この夏とにかく暑い。室内だけでも涼しくしたいと冷房を使ってキンキンにしたくなっちゃいますよね。でも高騰する電気代で家計が心配な人も多いはず。ということで今日アップデートするのは夏の省エネ最新家電。家電おじさんこと藤山哲人さんにおすすめ家電聞いてきちゃいました。今気になる旬の話題をさまざまな形で掘り下げるアップデート。今日のテーマはこちらです。家電おじさんに聞く夏のおすすめ省エネ家電。家電おじさん藤山さんは今回で新潟一番には3回目の登場となります。はい、もうすっかりおなじみとなりましたね。はい、これまではリモートで最新家電や節約術を教えてもらったんですけれども、今回は一緒に家電量販店に行って家電おじさん直伝のおすすめ家電を教えてもらいました。直接、ね、はい、新潟にいらっしゃったんですね。家電おじさんに会うためにやってきたのは JR 新潟駅前にあるヨドバシカメラ。今日は素敵なゲストにお越しいただいています。この方です。お願いします。あれあれあれいました。どうもお願いします。ひょっこりさんでございます。本当にお茶目です。暑さも吹き飛ばすような明るい登場をしてくれたのは家電おじさんこと家電ライターの藤山哲人さん。あらゆる家電にとっても詳しいんです。家電おじさんに夏のおすすめ家電教えていただきます。はい、お教えてやろうじゃないのか。教えてあげますよ皆さんには。早速参りますよ。家電おじさんのおすすめ丸一、すぐに買えなきゃもったいない進化する省エネ家電とは。さあ、はいはいはい、このあたりはずらっとエアコンが並んでますね。エアコンコーナーですね。はい、大事ですよ。おすすめはどのあたりでしょうか。じゃこじゃーん。あ、こちらこちらの三菱といえば霧ヶ峰ですね。コマーシャルでおなじみです。まず家電おじさんのおすすめエアコンは三菱ルームエアコン霧ヶ峰 Z シリーズ。何がすごいかというと、このエアコンはですね、その場の空気を読んでくれるんです。空気を読んでくれる。エアコンも空気を読む時代ですか。はい、今も空気読んでます。読まれてます。私ここに立ってもらえますか。体感像、こちらにこのように立てばよろしいですかね。はい、はい、これ大谷さんの体温です。これ私ですか。結構赤いですね体の部分。はい、これ、はい、大谷さんの心拍です。そんなのももうバレてしまってるんですか。はい、エアコンに。で、まあ大谷さんの脳の活動レベルです。活動レベル100ですって。猛烈に稼働してますね。エアコンに私の気持ち読み取られちゃいました。なぜ気持ちを読み取ることができるのかというと、新たに搭載された脈を計測するバイタルセンサーと室温や体感温度などを検知する赤外線センサーが組み合わさったことで、非接触で人の感情を推定し気持ちに合わせて空気を整えることができる機能が備わっているからなんです。その人が今快適にリラックスしている状態なのか、ちょっと仕事で一生懸命しているのかっていうのを見分けてくれるんですよ。だから今緊張しているレベルですよね。あ、緊張してる、はい、恥ずかしいですね。バレちゃうんですね。初めてのリアルの家電おじさんとの対面で緊張していたのがバレました。まさに次世代型のルームエアコン、びっくりですよね瀬山さん。そうですね、スタジオに設置した日高さんの状態をぜひ確認しながら私も一緒に進行したい。困ります。さらに集中したいときにはセレクトボタンを押してフレッシュモードにしておけば、集中力が低下したことを察知すると風を浴びせて集中力を促してくれるそうですよ。学習塾とかに良さそうですね。ちなみに、はい、夏場の電気の使用割合が大きい家電1位はやはりエアコンですよね。さらに電気代の高騰が負担を大きくしていますよね。そんな中注目が集まっているのが省エネエアコン、省エネ家電。家電おじさんによると10年以上同じエアコンを使っている人は買い替えた方がお得だといいます。
10年前のエアコンを最新モデルに買い替えるとどのくらい安くなると思います？1年間で、はい、さあここで日高さん同じ問題、電気代は年間いくら安くなるでしょうか？いや5000円ぐらい安くなったら嬉しいけど、いや本当回ってますね。これは何のヒントですか？さあどうでしょうか。私も予想してみましたよ。言っても、1000円とか2000円とか、ちっちゃくない？桁違う、桁違う、2万円です。でもそんなに。エアコンの省エネ性能が改善され、10年前に比べるとおよそ 5% 省エネに。エアコンってだいたい20万とか10何万じゃないですか。10年前のやつ今速攻変えればだいたい 10年ぐらい使えるんですよ。10年間の間に10万から20万のお金が貯まると、エアコン1台買えるじゃんと。本当、じゃあもう今が買えるタイミングとしてはベストなわけですね。ベストです。はい、さあどんどん参ります。家電おじさんのおすすめ ② 省エネだけじゃない進化する最新冷蔵庫とは。ちなみに冷蔵庫の夏の電気使用割合はエアコンに続き第2位。そんな中、省エネ冷蔵庫は進化を遂げていました。冷蔵庫も意外と電気食う。まずはこちらの冷蔵庫、これまでと何が変わったか分かりますか？なんか広い気がする、中が。気がつかないかな、この辺。いや、でもなんかパッと見だとあんまり変わった気がしないんですけれども、どんなちょっと古代人だよそれ。江戸時代に住んでらっしゃいますか？いやいや、平成人ですよ。もしかして竹穴式住居？いやタイムスリップが疑われてしまいました。実はこの冷蔵庫、こんな感じで外壁を薄くスリムに。本当だ。さらには以前まで冷蔵室の左端にあった氷を作るための給水タンクをそこに埋め込んだことで広々とした冷蔵庫を実現しました。全部収納で使えるってことですもんね。しかも従来の冷蔵庫から大きさは変わっていないんです。企業の努力に頭が上がりません。スーパーのカゴあるでしょ、あれと同じだけ容量増えてる。あのカゴ、一つ分たくさん入るようになったってこと、あれ30リッターあるんですよ。30リッター増えてる。それはありがたいですね。容量が増えたんだ。さらに驚きの進化を遂げている冷蔵庫も。何でしょう。縄文時代の大谷さんにはちょっと厳しいかもしれないけども、ここの中で何か違和感を感じるものはありますか？縄文土器とか、あったりするんですか？ない。渾身のボケだったんですけどね。今ちょっと渾身だ。光ったの気づいた？ドア開けたら。光りましたか？はい。開けてみますね。はい。ここ？はい。ここが光ってます。これなんだ？これ何ですか？カメラなんですこれ。カメラ？はい。何を撮るんですか？ドアを開けるごとに、ここと。こことここを全部カメラが撮ってくれるんです。この小さな出っ張ってる部分で撮ってるんですか？はい、なんと令和の冷蔵庫にはカメラがついていた。ドア開けると冷蔵室内を自動で撮影。すごい。いつでもどこでもスマホで冷蔵室内をチェックすることができちゃうんです。便利ですね。同じものを買ってしまうなんてことも防げますよね。ある、最新冷蔵庫はここまで進んでいるのかと驚かされました。買い忘れがないんです、こいつがあると。買い忘れもないし、冷蔵庫の開け閉めもなんか少なくて済みそうな感じがしますね。そうなんですよ、そうなんですよ。まだまだ驚きの冷蔵庫を見つけてきましたよ。ヨドバシカメラさんには地元ツインバードのコーナーがあるんですよ。さすが新潟。すごい。おすすめの冷蔵庫がこちらです。こちら、はい、もう全身鏡かっていうくらい、斬新な見た目で、これ冷蔵庫なんですね。冷蔵庫です。撮影しているカメラマンが映ってしまうくらい、鏡のように美しい冷蔵庫。斬新な見た目ですが、すごいのはそれだけではないんです。よく見ててくださいね、この鏡。この鏡、この辺りね。はい、今私が映ってます。はい、はい、タッチ。中が透けて見えちゃった。はい。すごい。
ドアについたセンサーに軽く触れるとハーフミラーが透けるんです。すごい。ドアを開けずに中に入っているものを確認することができます。しかもおしゃれじゃないですか。ドアを開けなくても中身が見える、開閉が減 る省エネ、新潟県民全員買ってほしいっていうぐらい。新潟県民の皆さん要チェックですよ。これ本当にですね、はい、エアコンでいうと、我がちょうどエアコンがちょっと一部壊れまして、ちょうど吹き出し口の、この羽の吹き出しの角度を変えるスイングするところが、なんか動かなくなって取れてしまって、取れちゃったんですか。だからこうすぐにこう涼みたいときエアコンつけて、そうするとその吹き出し口のところに自分の体をこうやって持ってって、今ソファーの上とかにも立ったりしなくて、ようやく風が当たったみたいな、そういう状況なんです。必死じゃないですか、すぐ買い替えた方がいいですよ。もう本当に脳の活動レベルが分かるぜひぴったりですね、瀬山さんに。ぴったりですか、脳の活動レベルがね、家族にバレるのがちょっと怖いですけどね。ゼロとか、そうですね、ゼロって、ゼロって出るんですか。ゼロの時はあるんでしょうか。それもう100がマックスですよ、ね、危ないですよ。よかったと大谷さん100で、一生懸命考えて、そうそうです、ロケ中でしたからね、はい、日高さん気になるものありました。はい、私はやっぱりお買い物に行った時によく買い忘れるんですよ。お家に卵あと何個ストックあったっけとか、あ、ビール銘柄あったかなとかあるので、記録、いや、お酒も多いんですけど、記録してくれる冷蔵庫はぜひ欲しいなと思いました。買い忘れなどにも、ね、便利そうですよね、家族とかだとね、こう開けた時に何かこうなくなったら、あの時間お前がいなかっただろう、いただろうみたいな。あ、確かに、誰だプリン食べたのっていうのが犯人分かっちゃうか、写真撮られると。そうですね、苦笑しないでください。省エネ家電たくさん教えてもらったんですけれども、はい、さらにお得情報聞いてきましたよ。それがこちらです。エアコンをつけるなら、はい、サーキュレーターを併用すべしということなんです。聞いたことあるかも。はい、風を起こして空気を循環させるサーキュレーターなんですけれども、そのサーキュレーターで風を起こると体感温度がなんと2度下がるということなんですね。はい、そうなんです。藤山さんによりますと、エアコンの設定温度28度にしていても26度の涼しさに感じるということなんですよ。ちょっと罪悪感あるじゃないですか、設定温度を下げるって。そうなんです。ということはですね、かなりの節電にもなるということなんです。はい、こちらご覧ください。エアコンの温度を1度上げれば年間およそ940円の節約になるということですから、サーキュレーター導入すれば節約になるということなんですね。はい、大きいですよ。こんな節約術も聞いてきました。今日は家電おじさん藤山さんにお話を伺いました。以上アップデートでした。